さんです。というわけでなんとですね、本日お久しぶりです先生。久しぶりです。はい、もこうさんとあの動画をね撮らせていただくということになりました。マジで、はい、本当に多分1年ぶりぐらいな感じはするんですけど。1年ぶりかな、多分あのうちで、カード売って、ドッキリを、あ、そうかそうかそうか、やっててドッキリみたいなもらった時以来かな。カード売りに行ったやつやな。あ、そうですそうです。その福袋がちょっとあの物議かもしたやつやな。持ってきた時の袋がやつ、ね、福袋がちょっとね、これカットしなくて大丈夫ですか。全然いろいろあったやつね。いろいろあったやつですね。はい、そうか、僕もなんかまとめすれに僕の写真とか出てきてちょっと驚きましたね、あれで。こんな形で俺デビューするんや。マットサイドにね。でまあ本日なんですけど、はい、先生1月10日にアルセウスバトルっていう公式のあのポケカ番組に出演されるということで。あ、そうなの？実はそうなんですよ。あ、そうなんだ。全然知らないわ。はい、ということで、出てる出る出る、まあ、まあ、ぶっちゃけ先生、まあすごいお忙しいと思うんで、まああんまりポケカのその情報とかも、本当本当申し訳ないと、すごい。忙しいわけではない。なんか刑務執行者が忙しいんでちょっとポケカの勉強できません、なんか印象悪いよね。あ、それも申し訳ないですね。俺もその忙しいなくて単純にあんまポケカできてないんですけど。そうですよ ね、 そのね、まあでも、まあ、忙しいってことじゃないですか。はい、忙しい、まあ、はい、まあちょっと忙しいね。まあ忙しい、カードなんてもう開けてもうはいぽいや。まあ先生、そういうイベントにも出られるってことで、はい、しっかりとね、やっぱりそのアルセウスの予習をした方が、実際のまあそうですね、イベントも楽しめるんじゃないかと思いまして、でまあ実際にね、このアルセウスが出ると、うん、まずシーレギュレーションっていって、その例えば溶接工とかピカゼクとか、あの辺のカード、あとそれこそ先生の大好きなエルフン GX とか、ああいうカードももう使えなくなっちゃうんですよ。あ、そうなんだ。はい、でも本当に入れ替わりって感じの時期になってきて、でもそういう時って結構ポケカ始める人とかも多かったりして、多分今のポケカってどんな感じなんだろうっていうふうに気になってる人も多いと思うんですよ。あ、そっかそっか。アルセウス V スターはね、実際どんなカードでどんな強さを持っているのかっていうのを、まあ先生にも知ってもらいたいなという感じで解説していこうと。教えてください。じゃあまず早速なんですけど、はい、まあ、これまずこの、もう持ってるのこれカード、ごめんなさい、これ印刷しました。全然見えない。すげえ、もうこれで大会出ようかな。あれやな、これ怒られます、怒られます、これで講習慣れてる。まあこれね、これを絶対に今回の先生が出るアルセウスバトルでは1枚ずつ入れないといけないんですけれども、はいはいはい、まあ、これがまずそのアルセウス V スターというカードで、うん、まあ技がね、この3円のトリニティノバ、これ200ダメージで、うん、追加効果が山札から基本エネルギーを3枚まで自分のポケモン V につけることができるっていう、非常に強力な効果を持ってる。まあピカゼクとかやってたと思うんですけど、うん、まあ、フルドライブみたいな感じですよね、言ったら。あれは強いだったね、はい。で、まあ、もう一個すごい特徴的なのがこの V スターパワーっていうのが、うん、ゲーム中に1回しか使えないんですよ。これ GX 技みたいな感じ、もう完全に GX 技の、まあ、特製版みたいな感じなんですけど、うん、まあ、それがこのスターバースっていう効果になってまして、うん、これ好きなタイミングで使えるんですけど、うん、使うと自分の山札を見て、うん、好きなカードを2枚手札に加えるっていう、やばいですよね。やば。これ、まあ、先生も使ってたので、例えばエルフン GX のトイボックス、そう、トイボックス GX あったじゃないですか。あったあったあった。あれってまあ加えて番が終わっちゃうから、結局次のターンに、あれ技やったわ。そうなんですよ。そういえば次のターンに結局ジャッジマンされちゃったりとか、なんかあったじゃないですか。あったあったあった。これって特性で加えて番終わらないんで、そのままその好きな持ってきたカード使えるっていう。え、強。これはそれ最強やん。マジで最強ですね。で、しかも何が強いって、この無色タイプで技も無色じゃないですか。うん、何でも本当に何でもデッキに入るっていうのが、うん、あの売りですね。へえ。で、まあ実際にじゃあこれをどういう使い方するのかっていうのを、はい、まあ、ちょっと説明していこうと思うんですけれども、このヤバい新機械があるんですよ、うん、ダブルターボエネルギー、ダブルターボエネルギーっていうんですけど、ダブル無色やん。ダブル無色なんですけど、はい、今ちょっとダブル無色強すぎるんで、うん、デメリットがありますと、うん、このカードがついてると技のダメージがマイナス20されちゃうんですよ。なちょっと火力が下がる代わりにダブル無色エネルギーになるっていうカードが登場しました。で、まあ、これはもうアルセウスと一緒に使ってくださいっていう感じのデザインになってまして、うん、まあ、例えば、まあ、1ターン目アルセウスにを出しますと、はいはい、で、まあ、手張りをして番終わりますと、はい、で次のターン、はい、こうやってアルセウス V スターに進化、ね、して、うん、V スターパワーを使ってスターバースを使いますって言って、はいはい、この2枚持ってきますと。おい。でこれをつけて、そっか、つけれんのか。これをベンチに出して、うん、そしたらトリニティノバで180ダメージを与えながら、うん、山札からエネルギーを3枚ベンチのポケモン V に加速することができる。強っ。もうこれだけで
めちゃくちゃ動きが完結しちゃってる状況になるっていう。いやもう2ターンでもう一気に盤面揃うってこと。そうです。でしかも、まあ、特殊エネルギーって今までサーチ手段がなかったんですよ。なかった。なかなか特殊エネルギーはもう地引きする人だったもん、はい、なんですけどスターバース何でも持ってこれちゃうんで。いやこれやばくない？これやばいんですよ。これナーフされるんじゃん。ポケモンカード今まで禁止ってまあ結構珍しかったですけど、これは本当にイカれてるぐらい強い。イカれてるな。まあ、実際にこのカードって、まあ、今説明したみたいに効果の汎用性が高すぎて、とりあえずこれだけ入れとけば、うん、どのデッキに入れて も, もあの強いんですよ。そうだってこれで完結しちゃってんもんな、はい、であと、ね、好きなカード山札に入れとけば1枚差しでもいいんですよ、これで持ってこれちゃうから。うん、だからこれがを、まあ、今回 の, あのアルセウスバトルっていう企画はこれを使ってまあ、モコウさん、ライバロリスさん、はい、あのビエラさん、アムさん、はい、たちが、まあ、いろんなアルセウスのデッキ使ってねっていう企画になってるわけなんですけど、うわすごいね、難しいんですよ、結構むずいね、まあ、汎用性が高いからこそね、どういう風に組むか悩む。で、まあ、今回、まあ、ちょっとね、うん、軽く例みたいなのを持ってきたんで、うん、まああのまあ、別にそれを使ってくださいとかってわけじゃないですけど、うん、まあ、結構要注目かなっていうのをね、まあ、視聴者の方にも知ってもらおうかなと思って紹介しようと思います。なるほど。でまあ、さっき紹介したようにレックウェザーなんですけど、ね、まあ、このレックウェザー V マックスっていうポケモンが、うん、まあ、このダイバーストっていう技が、うん、あのエネルギーがねたくさんついてればついてるほど、うん、あの軽くが出る、まあ、ウルネクとかって覚えてます？覚えてる。覚えてる。誰やろ、何だっけ、サテライト、フォトンゲイザーだよ。フォトンゲイザー、うん、それと同じ技なんですよ、まあ、ダイバースト、うん、これフォトンゲイザーなんですよ。かける80、確かにフォトンゲイザーですね、はいはい、で、まあ、これ、まあ、こんな感じで、まあ、今炎、雷、雷ってなってますけど、うん、まあ、ウルネクが鋼、蝶々とかだったと思うんですけど、うん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 、まあそんな感じでエネルギーをトリニティドバで集めまくる、集めまくるわけか、動きっていうのもめちゃくちゃ強くて、へえ、まあアルセウスデッキだとこうモココ、あそうか、こいつだったらカラネマネとしてるんですな。だからもうこれ完全にウルネク最強じゃなんですけど、実際例えばじゃあこれがなんか、うん、なくても、うん、アルセウスに雷エネルギーをこうエレキダイナモでこうつけて、うん、で手張りして、うん、別にアルセウスこのままこれを使わないで200ダメージ叩き出しちゃってもいいわけですね、うん、このトリニティの場でアタッカーとしての性能もあるわけか。そうなんですよ。しかもこいつの特徴として触れ忘れたんですけど、うん、こいつなんか2枚しか取られないんですよね、バグで。 HP280 もある。 V スターって3枚じゃないの？ V スター3枚じゃなくて2枚なんですよ。ほんまやね、なんだこれ。これだからイカれてるんですよ、本当に。これ多分書き間違えと思う。いや、俺僕も思いましたね。ねこれに打ち間違えたこれ。これ今技やばい。発売停止した方がいいんじゃない？でも爆売れですよ、多分みんな欲しいから。やばっ。やばいですよ。でまあこういうね、レックウェザーと組み合わせる形っていうのは一つ、うん、まあ、候補としてありだと思います、はい、うん、チャージもノバも効果は一緒なのか。そうですね、チャージも、うん、あのこのダブルターボエネルギーで使うことができるんで、うん、普通に高校1段目にこうつけて、うん、じゃあトリニティチャージ使いますとかって言って、うん、自分のベンチのアルセウスにあの、ね、エネルギーをじゃあ3枚加速しますみたいな、うんうん、無限ループやそんなみたいな、うん、動きとかも普通にできちゃったりとか。で、まあ、レックウェザーともう一個結構いいなと思ってる、まあ、いくつか持ってきたんですけど、はい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 、この超型ですね。超型、この黒馬バドレックスっていうポケモンがいます、ね、あ、メーカー扉のやつ、はい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 、メーカーの扉のやつ、うん、黒馬も実はめちゃくちゃ相性良くて、うんうん、まあ、黒馬バドレックス VMAX の技って場のエネルギーの数かける30ダメージっていう技だと思うんですけど、うん、あ、そうですよね、まあ、やっぱりエネルギーを加速するっていうこのアルセウス V スターの性能とはまあ非常にマッチしてるわけですね、うん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 、で、まあ、もう一個ポイントがあって、うん、アストラルビットって技が結構強いんですよ。これ誰やん、こいつの性能技のな、ダメ感が50を2箇所にこう乗せるっていう技なんですけど、うわこれ無色無色無色なんですよね。あーそっかそっか。でこのダブルターボエネルギーがなんと相性が良くて、うん、これダメージ20下がるんですけど、うん、これダメージじゃなくてダメ感なんで、なるほど、そうか、そうデメリットを受けずに受けないんかこれ、使うことができるわけですよ。あーおもろで、まあ、このデッキのすごい強い動きとしては、あネオラント V っていうカードがネオラント V ですか登場しまして、はいはい、あのまあワンダータッチですね、カプテデフジ X です、要するにもうみんな買ってたやつや、もうみんな5000円とかで5000円で買ってたやつが復活するというわけなんですけど、はいはい、でこのデッキは、うん、冒険家の発見ってカードがね、シャロン的にはすごい相性がいいと思ってます、はい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 、これはポケモン V、 ポケモン VMAX とか V スターとかも含めて、うん、ポケモン V を3枚手札に持ってくることができるサポートになってるんですけど、1ターン目にネオラント出しますと、うん、で
冒険家の発見を持ってきて使いますと、うんうん、で、アルセウス、うん、黒馬とかって持ってきてもいいし、うん、アルセウス、黒馬、アルセウス V スター手札に持ってきて、あ、これもいけんのこいつは。 V スターもいけます、なんといけんねや、V マックスもいければ V スターもいけすんよ、それで、まあ次のターンをこう進化して、これ進化しちゃえばいいのかな。で、まあまたね、こうダブルターボエネルギーとかつけて、うん、トリニティローバーでダメージ与えながらベンチの黒馬に超エネルギーを3枚加速したりとかっていう動きが、これやばいな。アルセウスさえいればね、うん、何でもできちゃうんですよね。正直スターバースがある以上もう絶対事故らんやもんな。そうなんですよ。しかもネオラントの登場でもやっぱり事故らなさが際立ってますね、うん、そうやんな。もうこれにアクセスしちゃえばもうそっから連鎖するから。そうなんですよ。絶対リソームできるやん。まあ、他にも、うん、ザシアンとか。あー出た、ザシアン。ザシアンとかもめちゃくちゃ強い含みなんですけど、このザシアンかっこよくない、なんかかっこいいですよね。 SR 持ってきました。 SR や、まあ、ザシアンも、うん、まあ、エネルギーが3つ必要なんですよね、まだ強いとは。はいはい、まあ、3つって結構重いんですけど、はい、まあ、そのためにこういうメタルソーサーっていうような、うん、鋼エネルギーを加速するようなカードとかが入ってたりするんですけど、スターバースでメタルソーサーをね、うん、自由に持ってきたりとか、トリニティノバでバッて鋼エネルギーを3枚いきなり加速していったりとかっていうのも強いし、まあ、他にもね、こうドータ君とか入れとくと、ドータ君鋼エネルギーを自在に動かせるんですよ。うわえぐこいつで、まあ、例えばザマゼンタって、ザマゼンタ V 特性でちょっと相手に倒されにくい特性を持ってたりするんですけど、うん、まあ、一旦この辺にエネルギーをこうトリニティノバで加速しておいて、うん、でも倒されなくて、うん、次のターンドータ君でこう好きにこう動かしてあげたりとか、もう自由自在なわけかっていうような、この鋼型のアルセウスとかっていうのも、うん、もうなかなか面白い。本当にね、何でもできちゃうんですよね。やべえ。他にも、うん、例えばこの海流 V っていうカードって、海流 V ね、3円で250ってめちゃくちゃ強いんですよ。めっちゃ強いなんですけど、水水雷っていう、うん、なんかちょっと揃えづらいエネルギー配分のドラゴンタイプと特有のがあったんですけど、うんうん、まあトリニティの場でね、解決してしまった。解決しちゃってるやん。そういうのも全てトリニティで。なアルセウスレジェンドの宣伝のためにこんな強くね。そう、まあ、先生とかアクタイプとかも結構好きだと思うんですけど。大好きです。あ、こいつ知ってる。ガラルファイア V、 ガラルファイアとかも、うん、まあ、単純にめちゃくちゃ強いカードなんですが、うん、まあ、こういうのもね、まあ、当然相性いいですよ。例えばなんですけど、うん、まあ、トリニティノバって180ダメージじゃないですか、ダブル、まあ、基本的にそうだろうね。安いって言ったら、うん、180って、まあ、例えば入れたら、うん、残りの相手のポケモンの VMAX とかの HP って残り140とかだったりするんですけど、うん、そういうのってもう結構ガラルファイアとかでしっかりと倒していったりとか、うん、まあ、その打点のラインとしても、うん、まあ、結構相性もいいと。なるほどね。まあ、このさっきちょっと紹介しそびれたんですけど、はい、まあ、こいつがフェアリーのやつや、特性を使うと超エネルギーを山札から加速して番が終わるっていう特性なんですけど、うん、例えば、まあ、これとかを最悪入れなくてもよくて、うん、1ターン目手張りします、はい、で、うん、特性剣の方向を使いまして、うん、エネルギーを加速します、うん、で番終わりますと、うん、で次のターン進化、うん、で手張りすれば、ああ足りるんか。こいつを使えば2ターン目でダブルターボを使わなくても、うん、まあ、このトリニティノバを使うことができたりとか、まあ、実際ダブルターボエネルギーってまあ強いんですけど、うん、黒馬バドルックス VMAX のだって場の超エネルギーの数、うん、かける30ダメージじゃないですか、うん、なんで、まあ、できれば超エネルギーをたくさん入れたいっていうところにも、まあ、こいつがあるとこれを入れなくても、ね、最悪良かったりとか、まあ、1枚とか入れた方が強そうですけど、っていうこともできたりとかで、本当になんか考えられるデッキがめちゃくちゃこう選択肢があるカードなんですよね、アルセウス。まだまだあるだってこれ。いやもう本当にこんなんじゃね、喋、うん、りきれないですよ、正直。うん、で、まあ、実際こんな最強のね、アルセウス君の弱点、うん、何なのかっていうところなんですけど、うんうん、まあ、まず一つ目がガラルサンダー V です。ガラルサンダー V？ こいつは特性の闘争本能っていうのがあって、はい、相手がポケモン V がいっぱいいると、うん、技がすごい軽く打てちゃうんですよ。本当だ。元は4コストなんか。そうなんですよ、うん、ただこのデッキって、まあ、アルセウス絶対出すじゃないですか、うん、でアルセウスで加速する V ポケモンも絶対出すじゃないですか。はい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 。まあ、例えばこういったとして、まあ同時にね、で、まあ、多分展開はねネオランドとかも出しちゃうと思うんですよね。まあそうやな、出すなこいつは。ってなってくるとこいつってもう1エネで技が打てちゃうっていう。強っ。でこいつ等弱点なわけですね。あ、ほんまや。そうか、ノーマルやから。そうなんですよ。こいつ等弱点なんで。なるほど。こいつはアルセウスキラーなんですよね、言うなれば。うわー、それ覚えとこう。
で、まあ、これはぶっちゃけ今回のアルセウスバトル、うん、結構みんな入れてるんじゃないかなって思いますね。こいつの対策はちょっと一つ課題なのかなと思います、うん、じゃあこのアルセウスメタのメタみたいなこれのメタのメタは例えばノコッチっていうカードとかが、ノコッチ、あのノーマルタイプのポケモンの弱点を消すっていう、はい、ちょっと調べてみていい？全然大丈夫です。ただ多分相手も消えちゃうんでこっちも弱点つけなくなるっていうのはありますね。でも特性以外中身ないやんこれマジで中身ないですね、うん、でもまあちょっとこれ覚えておきます。でもう一個、うん、アルセウス対策になりつつも、うん、アルセウス対策対策にもなるっていうカードで、うん、頂への雪道っていうカードがあります、うん、これはあのルールを持つポケモンって書いてあるんですけど、うん、まあ、ルールを持つポケモンって要するに V とか、うん、V スターとか V マックスとかのことですね、うん、こいつらの特性を全て奪うカードっていうのが頂への雪道になります。でこれがあると例えばこういう状態とかでもじゃあ雪道張ってバン終わりますってなったら、うんうん、まあ、もちろんスターバースは使えないですし、うん、ネオブランクの特性も使えないんで、ダメだこれもう何もできないみたいになっちゃったりすることがあります。スタジアムを壊せないと。じゃあ例えば、はい、先にアルセウスでもう自分のムーブしてからその後にこれ張ってバン終わりとかってやったら天才ですね。めっちゃするんじゃん。僕が今からしようとしていた解説を言われてしまう。あマジで。そう、これがすごい強いなって思うポイントが、うん、こっちだけスターバース使ってこれ持ってきて相手にスターバース使わせないっていう動きが多分かなり強い、ね、いや強いわ。で、うん、何が強いってこれ逃走本能特性なんですよ。あっ、そうか。でこれ消えちゃうんで、うん、どんなに展開してても雪道置かれてると、うん、この雷鳴蹴り4円必要になっちゃうんで全然打てない。打てねえわっていう感じで、自分の首をワンチャン締めかねない一枚ではありながらも、うん、相手にかけるプレッシャーも相当なものであるスタジアムですよね。これは結構今後のアルセウス環境において、はいはい、まあ、鍵になってくるカードなんじゃないかなっていう風に思ってますという感じなんで、うん、でも今回のルールだと、まあ、使うタイプがね、うん、チームメンバーによってちょっと決められてるそうなので、うん、あのまた例えばですけどビエラとかが、うん、いや俺マジレックーザマジ使いてえからみたいな、おーおーおー言い出したとしたら、おーおー、まあ先生はレックーザ多分使えない。あ、いやいやいや使うよ俺お前が譲れってそこはもうやっぱ伝行上に確かに確かに、うん、ビエラとかバロリとかお前はあいつは後回したの俺がまず決めてからだから確かに確かにそんなの当然。でも先生はちょっとこのアルセウスとちょっと相性のね、うん、いい組み合わせとかを見つけてみて、ね、まあちょっとあまだカードリストもねちょっと見ていい、はい、撮影時点だと出てはいないんですけども、はい、あと他には、はいはいはい、これちょっとまあ今回のイベント用のズルじゃないですけど、うん、まあ、例えばこれ連撃ウーラオスってポケモンいるんですよ。水のやつ、はい、うん、こいつ水なんですけどカードだと灯タイプなんですよね。でこいつめちゃくちゃ強いんですよまず、うん、もうデッキ自体が、はいはいはい、しかもこれ疾風好きって技が1エネでこうかあのアサルトサンダーって覚えてます？サンダーのあのベンチから出た瞬間だったら軽く上がるみたいな、それと同じでベンチから出た瞬間だと150出るんですよ。ほんまや1エネで狂ってるやん。でこれ1エネで150っていうとこれ灯タイプなんですよね。あ、そうかワンパンなんですね。1エネでワンパンじゃん。でもこいつはガラルサンダーと違って特性とかじゃないんで、まあ、雪道でも止めれないんで止めらないわ、まあ、ぶっちゃけアルセウスに対してはめちゃくちゃ強いカード。おもろー。しかも何なら別に進化前でもこの100列ダッシュさえ打てばこれでも倒せるもんな。しかもそいつズルあって、うん、連撃エネルギーっていうエネルギーが、うん、まあ、あのダブル無色エネルギーみたいな感じで、うん、あの使えるんで100列ダッシュもね2エネなんですよね実質。だからこの連撃ウーラオスってポケモンってアルセウスにぶっちゃけめっちゃ強いポケモンなんですよ。うわぁほんまや。だからあのちょっとずるいですけどずるいね。これを1枚ずつだけで一見適当に入れといて、うん、もう使わねえよみたいな感じで入れて、まあ、あの連撃ウーラオスデッキで普通に、うん、あの今回対戦するポケ化してんのをなぎ倒すみたいな、うん、なんかそういう戦略も一応ありっちゃあるです。ありだ、はい、それにしよっかなという感じで、まあ、今回のアルセウスバトル結構本当に選択肢が多い分、はい、なかなかね、うん、なんかその、まあ、深いデッキ考察とかがね楽しいルールではあるんですけど、うん、まあ、ぜひね先生にはあの、まあ、今回ねこうやっていろいろアルセウスの話したんですけど、うん、まあ、お気に入りのデッキを見つけてもらって、はい、あの、まあ、あとチームメンバーともね、うん、一応話し合ってもらって、うん、あのデッキを決めて当日あのポケ化してんのをぜひ倒してもらえたらなと思いますが、そうか戦うべきはポケ化してんのやもんな。そうです、エンチョの味方なんで。そうです、味方なんで敵だと思っちゃうんだけど、
まあね、そんな感じで今回結構先生にアルセウスについてね、はい、まあ、解説させてもらったわけなんですけれども、うんうんうん、まあ、本当にね、まあ、実際この動画を見て、アルセウスめっちゃ強いじゃん、あのスターバース買ってみようかなみたいな人ももしかしたらいるかもしれないんですが、うん、多分ね新環境めちゃくちゃ楽しいと思うんで、うん、皆さんぜひね1月10日の、まあ、アルセウスバトルで先生がねこの末どんなねあのアルセウスの構築を持ってきたのかとか、頑張るわ俺。正直ね、はい、なんだろう、もう全くイメージ湧いてなかったから、こうシャロンにレクチャーしてもらって、はい、一気に鮮明化した、はい、あ、本当ですか、すごいありがたかったこの授業よかったです、ありがとうございます本当に。ぜひね、あの1月10日のアルセウスバトル楽しみにしていただいて、はい、かつねスターバース発売したら、はい、ポケモンカードで一緒に楽しんでいただければと思いますので、俺も買うわ。というわけでね、ぜひシャロンチャンネル、チャンネル登録と、はい、まあ皆さんね、もうこうさんのことは登録してると思いますけど、うん、僕の登録もお願いします、ね、3アカウントくらいでも。はい、というわけでね、今回久々にもこう先生とコラボさせていただきました、はい、というわけで、バイバーイ。ありがとうございます。